まずは試合お疲れ様です。今の試合を振り返ってみていかがでしたか？この試合はセットプレーの場面で失点してしまったんで、そこで自分が出なきゃいけなかったんで、そこは反省しなきゃいけないところでした。ありがとうございます。次の試合に向けて一言お願いします。次の試合は絶対に勝ち点3を取って、無失点でトーナメントに上がれるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。